夏翼です。今回はですね、ちょっと今年の、2020年度、私と夏翼の目標、発表したいと思います。じゃあね、今までちょっとね、目標がちょっとぼんやりしてたんですけども、思い切ってちょっとビッグマウス発言ちょっとしたいなと思います。まあつってもね、別に前例がないことをやるわけじゃないんで、本当にはい、まあ、チキンな僕ですけども、はい、しばしばお付き合いください。じゃあ行きます。目標3つ、はい、こちらです。SNS では、はい、すでに文章で発信したんですけど、改めてこういった形で、まず自分に向かって発信する、映像に収める、まあ、アファメーションであったり、そういった効果も狙いつつですね、もう改めて言っちゃおうと思います。はい、まず Twitter ですね、フォロワー1万人行こうと思います。このライン行くと、まあ、企業案件来たりだとか、ある程度社会的に信用されるラインかなと思うんで、1万人目指します。はい、で2つ目ノートですね。これは、2つ目標があって、まず1つ目の最初の1円を稼ぐこと。1を100にする作業ってやっぱり簡単なんですけど、0から1を作り出す作業というのはめちゃめちゃハードなんで、そこを、はい、まずねやっていきたいなと思います。で2つ目がですね、フォロワー1000人ですね。まあ正直このノートはフォロワーあんまり関係なくて、どうやっていい文章を書けるかが勝負だと思ってるんですけど、まあそれ、ね、いい文章を書いてフォロワー1000人くらいいったら、まあ本物かなということで、ちょっとこの目標にさせていただきました。で最後3つ目ですね、 YouTube パートナーシッププログラム通過ということで、まあこれGoogle さんの、毎回ルール変更あったりするんですけど、今のところ、チャンネル登録者数が、1000人というのが1つで、もう2つ目が、総再生時間が4000時間ということで、まあ、そこを、今年中に狙っていきたいということですね。で、はい、僕は弱いので、ちょっと逃げ道は用意しとこうかなと思います。ペナルティとかなしで、本当に今年これにチャレンジするっていうことをちょっとガツンと入っておきたいなと思います。はい。はい、今日の動画以上でございます。応援よろしくお願いいたします。はい、それではさよなら。